スト、スコットによるジャンプボールでゲームが始まります。まずは最初のボール、ブレックス、まあ、なかなか、ね、タッチはやはり高さはありますよね、エンド3来ました。先制はブレックス、さすがですね。イカルガとのマッチアップになっています。外に出して藤井スリーポイント決まりました。そして狙っているまたかもしれないですね。ですね、テーブス下に入って、ここはロスターが決めた。よく出しましたね、ディフェンスどうでしょうか。比江島コーナーから決めた。よく決めましたね。ブレックコースでしたね。マッチアップゾーンのような感じにも見えましたが、大塚決めた、決め返す。元 TJIT のレッグね。さあ今度は比江島連発できました。勝ちですね。比江島ね、非常に大きいですよね。速い、角度がないところからショットクロックもギリギリでしたね、はい、お互い外のシュートは、ね、まだそこまで、入っていませんからね、はい、アギラール、ショットクロックが5秒、大塚が行く、来た大塚、これで逆転川崎。大塚がもっと騒いでくれたアピール。これもオフェンスリバウンド、外で増田、おー中空いたか、アギラールです。今ファジーカス選手も空いてましたけどね、はい、よく縦のやっぱ今みたいな縦のアタックがね、少しずつやはり後半に向けて来てくると思いますからね、はい、篠山スリーでここは決めてきました。篠山流星強気ですね。イカルガのところどうか、外からスリーを決めた増田、さらにピックアンドロールを仕掛けます。田臥の前が辻、田臥ジャンパースリーポイント決めた。さすがですよね、さすがですね、まあ、最初よくコースに入りましたけどね。そうですね。でこの田臥のレギュラーシーズン中は1本アテンプトがあって成功なしという田臥がローテ、遠藤もいって、増田はどうだ、スリー決めた、決め返す。 いいですね。辻どうだ、コーナーから来た辻、来ましたね。ここを沈めてきました辻です。外から辻、かわして辻、来ました、連続で辻、はい、かわして、まあ、これに仮に落ちたとしても今スコット選手が行ってますからね。あ、シュートチェック、はい、なるほどなるほど、オフェンスリバウンド取れる可能性も高いですよね。やってギブス、外比江島から渡辺、鍋タイムか、今度は渡辺博之です。おお、この距離で渡辺連続距離ですね、対決になるか。大塚、ヒース、竹内康介のディフェンスだ。ボールはもう一度川崎、ディフェンス竹内康介、はい、しっかりボールいってますね。の先日の川崎宇都宮戦は今のような遠藤のシュート、はい、ここは藤井です。そこを守れなかったことを、はい、この藤井の、はい、顔のフェイクね。しかしオフェンスリバウンド、スコットルーズボールに藤井が行く、長谷川が行くが、その中テーブス3大きいですね。ピーク選手がコーナーに行くプレーなかなかこうスムーズに入れなかったんで、はい、少しうまくいかないかなと思って見てたんですけど、はい、まあ、よくしのぎましたね、オフェンスリバウンドとこのシュートでね、はい、宇都宮はやっぱり流れが1回途切れますよね、はい、ここはテーブス、ここで切り裂くか、2本連続できましたテーブス、個人技で
楽しんでますよね、ミスマッチをね。その、まあ、クイックネスというミスマッチなので、はい、この辺でやはりマルチプルスイッチも使ってミスマッチはある程度解消しながらですが、吉井の前がスコットに今なっています。ここは藤井決めた。この辺はうまいですね。ブレックス2つ目のタイムアウト、うまいですね。この後フェイクもね、うまいですね。本当ですね、はい、松田へのパスフェイクもあってそこで決めた藤井。この運動量、ファジーカス外から決めた。大きいですね。抱き合うファジーカス、勝負を決めに行きます。ファジーカス、渡辺がダブルチーム、ファジーカスで逆サイド、増田スリーポイント決めた。いいですね。ここで勝負あり、76対60。ブレックスが B リーグ開幕以降、川崎ブレイブサンダースが B リーグ開幕以降初めて天皇杯、76対60で宇都宮ブレックスを下しています。これがね、はい、今のチーム状況を表す最新の勝利だったかなと思いますね。なるほど、はい、これが4回目、東芝時代と合わせての優勝、川崎ブレイブサンダース。あー、今日は試合に出ることができなかったカルファニの姿もあります、はい。米津レオとは高校卒業して大学に入る前に早くも日本一メンバーになりました。そうですね、一応なんですけれども、はい、この大会は昔は高校生チームが優勝したこともあったので、はい、まあ、残念ながら最年少優勝というわけではないようです。はい、まあ、でもね、こういう雰囲気と勝つチームっていうのを身近に見れるっていうことはね、はい、ポイントガードの彼としてはやっぱり非常に貴重な経験だと思うんで、まあ、これ